第4代ヘイスティングズ公爵ヘンリー・ウェイズフォード、チャールズ・プランタジネット・ロードン・ヘイスティングズは、イギリスの貴族。その生涯で、イングランド、スコットランド、アイルランド三王国の爵位を保持したほか、グレートブリテン貴族爵位及び、連合王国貴族爵位も帯びていた。第2代ヘイスティングズ公爵と、第20代ルシンのグレージョ男爵、バーバラ・エルバートンとの次男として誕生した。 ヘンリーが2歳の時に父が亡くなると、兄ポーリンが父の借位を継承したが、その兄も1851年に亡くなったため、わずか9歳にしてヘースティングズ公爵を相続した。さらに、1858年に母からもルシンのグレーン借を継承している。その結果、イングランド、スコットランド、アイルランド3王国の借位をすべて保持するに至った。 1864年にフローレンス・パジェットと結婚した。その際にフローレンスはヘンリー・チャップリンからも求婚を受けており、それを承諾していたためスキャンダルを引き起こしている。1868年にわずか26歳で死去、夫妻に子供はなかった。そのため、父方に由来するヘイスティングズ公爵やモイラ伯爵は廃絶した。一方で、 女系継承を認めるラウドン伯爵以下3つのスコットランド貴族爵位はエディスに相続されたが母方由来の6つのイングランド貴族爵位はヘンリーの4人の姉妹間で優劣がつかず停止となった。1851年1月17日にアニ・ポーリンの死去に伴って以下の爵位と順弾爵位を継承した。1858年11月19日に母、 バーバラの死去に伴って以下の釈位を継承した。ありがとうございます。